たんですけど、なんか立てたいな、立てたいんだけどさ。来たこれ、今日新しい服着たんですけど、どうでした、どうですか。そう、おばあちゃんに間違い電話して、なんかのは家に鍵がある違うそっちじゃない、そっちのおばあちゃん電話持ってなくて、携帯持ってないから家の電話しかなくて。そうなんですよね。こんばんは。今日はちょっとねカフェ行ったんですけど、マヤのカバンの中身紹介、イエーイ。最近このね消毒、この消毒を買ったんですけど、めちゃめちゃいいの、匂いが。ラックスの水不要タイプってやつを買いました。この消毒めっちゃいい匂いする、いい匂いします。そう、果物の、まあ、天ぷらを作るおばあちゃんのやつです。こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。あと最近はエアポッツにくまさんのシールをつけました。めっちゃいい、かわいい。あと鏡に飽きてシールをつけました、くまさん。そんぐらい。ちょっとファンデーション塗ろう。今日ね鼻水が止まらないんです。ここを曲げてください。いや、すっぴんじゃないからメイクしてる。まあでももうお風呂入るだけなんだけど、お風呂入るだけだけど、ちょっとでも映りを良くしようかなみたいな感じです。え、だよね、黄砂強かったよね。黄砂だよね、やっぱり。なんかさ、咳止まんないし鼻水出るし、私的にはめちゃめちゃやばかったです。くまさんかわいいね。くまさんかわいいよね。これとこれ、これはマリアのエアポッツって分かるように、これは一番多分新しいエアポッツなんだけど、めっちゃいい。エアポッツないと生きていけません。私は今日部屋の片付けしてて偉い。マリアもね、部屋のね片付け結構今日頑張ったんですよ、午前中。だからね、掃除機めっちゃ全部かけて、服の山をちゃんとそこにしまいました。そう、これからは出かけ、うん、もうねお風呂入るだけ。くまさんかわいいね。かわいいよね。ちょっと目が乾燥してるから目薬さそう。目が乾燥してる。こんばんは、ハリケーン。こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんは、なあさん。こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日何してた？今日ね、その午前中めちゃめちゃ掃除して、
なんか掃除機とかめっちゃかけて、でその後にあのサンドイッチを食べに行った。でマッサージして帰ってきたんだけど、マッサージしてきたんですけど、マッサージをに帰っ、ん？マッサージをして帰ってきて今に至るんですけど、だから今日メイクを久しぶりにしたからちゃんとあのそうマッサージしてきたから、そんだけ。なんかもう喋れないんだけど全然喋れてない、日本語。私は今日部屋の片付けして、部屋の片付けは偉いです。マリアちゃん服たくさん持ってそうだけど収納できてる？できてないんですよね、それが。うん私あの本当にあの収納スペースが少なくて、もうねどうしようっていうくらい、あの紙袋に入れてます服を。でも季節ごとにさ、あのなんか違うじゃん服、冬服と夏服もちろん。でなんか今ってなんかその冬服をお家に置いとくんじゃなくて、その預けることができるらしくて、で冬になると交換みたいなのできるらしいから、それやろうかなって思ったりして。携帯カバーちょっと前に使ってたのに変えました。なんか何にしようかなって思ってたまたまあったやつ、透明のクリアの iPhone ケース使ってたんだけど、すごいねあの全然汚くなっちゃった。ちょっとすいません、全然喋れてないんだけど、寝起きてる。マッサージして寝てたら。こんばんは、ハリケーこんばんは、シバちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ネイルは全部違う色ではないけど、まあまあ違う色か。でももう変えるけどね、なんか伸びてきたから。2週間以降だともういつでもネイルって変えていいんだけど、そんぐらいになるとねもう伸びてきて私気になっちゃうんですよ。だから本当にさ、スカルプって言ってさ、自分の地爪じゃないのをさ長くつける人いるじゃないですか。すごいなって思うもん。マリア無理だもん、私つけれないから。カメラのレンズの模様を溶け込ん、カメラのレンズがの模様を溶け込んでる。カメラのレンズの模様、カラコンですか？私カラコン変えたんですよ。変えた。アイドル時代のカラコンと最近使い分けてて、アイドル時代のカラコン、これちょうど今下にあった。結構バリバリにカラコンって感じなんだけど、今はちょっと薄くなったの分かりますか？これ昔これで、今こっちつけてるのが、最近こっちを多くつけてて、ちょっとこっちに馴染むような人間になりたくて。そう、でもマリアはカラコンの山を持ってて、今いつもこの中、このくちゃくちゃの中に私のカラコンと、あとなんかサプリメントとか入ってる、なんかこういう便通を良くする紅茶の粉とか、ほんとねリップとかチュッパチャップスとか入ってる。ちょっとよくわからんけど、もうここにめっちゃいろいろ、いろんなカラコン入ってる本当は。だけど主に使ってんのはその2つ。でこっちのタイプとかもある。なんかこのそう山だよね。そう、私毎日カラコンつけてるからあんま良くないけど、目悪いから。マリア、そうなんだよ。これとこっちの種類あって、これとかはこの私がアイドル時代つけてたやつは、長時間つけるから目がちょっとあの悪くならないように、本当にコンタクト屋さんというか眼科で処方されたやつで買ってるやつ。これはだから結構安全っていうか、まあその目傷つけないタイプのコンタクトを私はずっとつけてたんですけど、なんか私が結構好きな血色のやつは、まあ、ドン・キホーテとか通販とかでも売ってるから、マリア的には多分こっちの
タイプの方がいいから、こっちだとそうドンキとかで買うかな、自分でも。あんまりどそういうのあんま良くないなと思って控えめにはしてます。だからお家取ったら、お家帰ったらすぐコンタクト取るから、あのショールームのイベント中とかは結構長時間つけるから、そう、あの目ずれたりしちゃいました。カラコン種類を多いと思ったら、カラコンだけじゃない、そうカラコンだけじゃなくて、チャップチャップされてたよさっき、なんか謎に。あと薬とか入ってるかな。そうカラコンをするとお目目大きくなるから、もう若い子はみんなつけてると思う。つけてない方もいるから本当にすごいなって。でもやっぱつけない方が大人っぽいって人も多いからさ、そうなりたいなとも思うんですけど。最近マスクを買ったんですけど、このマスク、なんか今って韓国のなんかこういう韓国のマスクが流行ってるんだけど、これウィゴーに売っててさ、フリルついてるマスク可愛いなと思って買いました。ちょっとこれ今新品だからつけたくないんやけど、これめっちゃ良くて買った。ウィゴーに売ってるから女の子におすすめなの。これはマリアのね、下のね、ここのね、ここにあるね、ものを紹介してるの。誰かがコンタクトずれたまま配信しててちょっと怖かった。よくあるあるだよね。でも多分本人は地味にね、多分見えづらくはなってるから気づいてるけど、ちょっとわかんないんだろうね。あのマリアね、あの充電式の充電式のコテを買ったんですよ。コードレス充電して持っていくと前髪の前髪がいい感じになるみたいなのを買いました。家ではこれ使ってるけど、ドンキで買ったこれも。そう持ち歩けるの、どこかお出かけするとき。最近はね本当に使わないんですけど、湿気とかがあるといいのかなと思ったりします。韓国って美容とか可愛いアイテムのセンスすごい。そう韓国ってすごいよね。マリアの友達が韓国留学に行くんだけど、韓国って本当に美容が盛んだからめちゃめちゃいいって言ってました。あと最近マリアはあのテニスボールを使って、あの足の裏をこうやって、今見えないんですけど、これが足だとしてこうやってゴロゴロしてます。これをするとなんかちょっと痛みとか和らぐらしくて、暇な時こうテニスボールでコロコロやる。この硬さが一番体にいいみたいで、なんかマッサージとかって痛すぎるのとかあんまり良くないみたいだよ。痛み好きな方とか、マリアも痛み好きな方なんですけど、あんまりよろしくなかったりするみたい。わかんないけど、マッサージ しに行ったから前髪ボサボサなのね。韓国といえばキムチだよね。お家で作るキムチチャーハン大好きなんです。お風呂入って遅くなりました。私も何時からお風呂入ろうかな。9時10分とかですかね。今日お仕事で参加したイベントにOSU の子たちが出てて、マリアちゃんのお話して盛り上がりましたって書いてあるんだけど、嬉しい。私の話ですかっていうメッセージが来ました。嬉しい。 OSU 超可愛かったです。ありがとうございます。今日イベントだったんだね OSU が。なんかその
その卒業しても私のことをしてくれてる子とかいてとても嬉しいです。ありがとうございます。この前チーズキンパ食べた、マリも食べた、カイちゃんとご飯に行ったんだけど、その時にチーズキンパを食べてめっちゃ美味しかった。 TikTok の NG のやつめっちゃ可愛かった、ありがとう。 TikTok は結構最近頑張ってるから皆さん見てください。あとこの後撮ろうかな、この後ちょっとだけ撮ろう。毎日投稿頑張ってる TikTok 今。でもさ、TikTok さ、みんな、同じ曲で踊るやん。ね、マリも同じその、流行ってる曲がやりたいからさ、その流行ってる曲やるからさ、頭に残るんよな、めっちゃ。その曲が。TikTok って本当に悪ですよね、なんか。もうさ、頭から離れない曲ばっかりじゃんね。よくない、本当に中毒性がありすぎて。戻っておいで、嬉しい、ありがとうございます。あ、でもアイドル本当に楽しかったなって思う。でも本当にアイドルやってたことで知ってくれる方も多いから、その卒業してでもマリのこと知ってる人がずっといてくれたら嬉しいね。3年後とかもさ、マリアちゃんいましたよねとか言ってくれたら嬉しいなって思いますね。何が流行ってるの今の、あ、 TikTok で、 TikTok ではね、あれだよ、ちょっと見せてあげるね。くしゃみ出る。っていうやつ。くしゃみになってるけど、これ流行ってるよ、この。これ辺は覚えてないっていう。はい、っていう曲が流行ってるんですけど、これはもうマジで頭から離れない。大統領になったらねっていう、大統領になれるのかというね。私大統領になったら何するだろうな、美味しいもの毎日食べたいな。あ、やけくそになってってやつね、なんだっけ、あれだよね、これだよね。ってやつね。私もこの間やりました。変態ってのめっちゃ出てくるけど、あれはやらなくてもいいと思います。ああ、なるよね。あれやってない、まだやらないでおくね。大統領ってあれでしょ、今の大統領の、あの人、ちょっと待って、総理大臣のことだよね。菅総理が大統領でしょ、前安倍総理だったよ。オバマ大統領とかトランプ大統領とかそういう感じが大統領だよね。でも大統領ってさ、なれんじゃんか絶対マリアね、なれんし、ちくしょ。こんばんは。
小崎さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。9時10分になったら終わります。テニスとかやったことないんだけど、テニスボール、これなんかあのメイクさんにもらったんですよね。全員メンバー全員テニスボールをメイクさんにもらって、え、大統領と総理大臣違うの？嘘、本当に言ってますか？マジ？似てよ。ん？首相より強力な権限。どういうことだ？ちょっと違うのか。言い方が違うのか。国家の元首ではない。むず。あ、主に直接選挙、間接選挙とか違うのか。対立？ちょっとわかんないんで、やめます。ちょっとだけ違うのか。まあでもちょっとだけなんだね。じゃあいい。です。難しいね。え、でもさ、日本には大統領じゃなくて総理大臣が一番偉いよね。マリアちゃんが総理大臣ならマユミママが大統領と思えばいいのでは。ママ偉っ。ママの立ち位置偉すぎない？それママね、ちょうど今耳かいちゃった。ピアスね、したの久しぶりに。普段あんまりしないんですよ私。耳ピアスは開いてたんですけど、なんかピアスをすると片方の耳だけ血が出るんですね。多分歪んでんのかな、なんかあんま合わなくて金属が、なのかすごい結構腫れるからそれが嫌で、ちょっとイヤリングとかつけてたんですけど、あのピアスを、あのアクセサリーショップを立ち上げてからピアスをすごくあのつけるようになって、まあ、イヤリングも売ってるんですけどピアスの方が多く売ってるから、ピアスをつけるようになってから、ピアスをあの商品出すようになってから自分もピアスとかつけるようになりましたっていう。男性あんまりピアスつけない人多いよね結構。つけてる人もいるけど女の子の方が多いイメージはありますよね。そう、でもまあ可愛いからさ、なんかおしゃれの一部だから。そう、なんか最近はそのアクセサリーショップも始めたから、こういう指輪もつけてる。指輪とかあとなんだろうな、時計とかつけるようにしてます。ちょっとでもアクセサリー増やすだけでなんかやっぱりおしゃれに見えたりするみたいで、そんな感じです。昔チェーンつけてるの、チェーンのやつつけてるの見たことある。それ昔はね、チェーンとかつけるのも流行ってたりしたよね。他にどんな商品あるの？でもね、男性の商品があんまりなくてですね、なんか女の子のためのショップを作りたくて、なんか時間かかってでもいいからたくさんの方に知って大きくなりたいなって、時間をかけてっていうのもありまして、なんかやっぱね今ってすごくフォロワーさん多いモデルさんとかインスタグラマーさんとかがショップ始めてとかあるので、まあ、敵が多いのは多いんですけど、
でもやっぱり自分でやる、何かをやるっていうのを勉強がてらやりたいから、なんかどういう結果になってもというか、そうなんかね、フォロワーの伸びがねいまいちうまくって感じで、今勉強中なんですけど、掴めてないのでもうちょっとなんですけど、でも女の子が喜んでもらえるような可愛くなれるような商品を集めてます。今新しい新商品とかを輸入してるんですけど、そう今はね、そうプレゼントキャンペーンやってるから、男性の方でも当たると思うので、ぜひ応募してください。フォローといいねだけで応募完了みたいなやつです。あとちゃんと投稿とかもちょっと休んでる時あったんだけど、最近は毎日投稿できるように心がけてる。毎回マリエドの投稿見てる。タンクトップまだ、タンクトップタンクトップいるか、タンクトップって、え、男性のタンクトップ商品で出したら買ってくれるの？タンクトップかまあ夏だしね、 XS サイズとかでいいかな。 いける。夏さめっちゃ暑いやんな、どういう服着よう。最近こういう柄シャツ好きで はまってる。シャツ、こういうテロテロのさ、そうこういうオープンビッグシャツみたいなの言うんだけど、ちょっとビッグで後ろが長いシャツとか花柄とか柄シャツがすごく可愛いなって思って、柄シャツにワイドパンツとか入ってる人おしゃれじゃないですか。だからそういうのとか着こなせる人になりたいなって思います。あと最近はさ、やっぱミニスカートとかよりロングスカートとかワイドパンツとかそういう系を履く女性も多くなってるから、そうあんまり最近ミニを履いてないですね俺 XS 着たら大事なとこ隠せないね、ピチピチピッチになっちゃうね。マリエットの取扱い商品、アクセサリーとタンクトップになるのそうアクセサリーとタンクトップ全然方向性変わってくるからやめて方向性違うから、それその女性の方に広めてほしいなとは思いますけどね、男性の方が。うん、アジダスのワンピース可愛かった。え、嬉しい。そう、なんかね、あれね、アウトレットで半額で買ったから、マジ5000円ぐらいのワンピースが2000、しかもね、その 50% 半額の、もうちょっと高かったかも、7000ぐらいの半額のさらに何パーセントみたいな感じで2000円ちょいで買いました、あのアディダスのワンピース。しかもなんかそのアディダスで何か買いたくて、そのアウトレットで何か買いたいなって悩んだ結果、ワンピースしか買わなかったっていう。あれ可愛いよね。そうアディダスのバキハ欲しかったんだけど、ちょっと売ってなかった、その時は。あれに本当はバキハ欲したかったんだけど、なんか売ってなくてニット帽は欲しかったって感じ。ジーンズのワンピース可愛かった。え、めっちゃみんな服褒めてくれる、ありがとうございます、嬉しい。ジーンズのワンピースってなんだ。でもジーンズのワンピース、デニムのワンピかな。いつのガチャガチャの森の時かな。そう、私本当に服が大好きだからいろんな服を着てます。こんばんは、安部さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。YouTube はこれからは献血サポーターにも任命させてもらったので、献血動画だったり、あとガチャガチャの森のあれもやってるので、ガチャガチャだったり、あとはなんか個人的なさ、今まであんまりやってこなかったそのルーティンとか
取っていきたいなと思ってる。うん。得した気分。知り合いの子供と女の子だからプレゼントしてあげようと思う。嬉しい。ありがとうございます。お姉ちゃんのよくマリア着てる挨拶可愛かった。あ、それね。あのよく着てる。ちょっと今お姉ちゃんが叫びましたね。そう、よく着てるの。すぐ分かるよね、お姉ちゃんなんて。楽しみ、ありがとう。こんばんは、赤星さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。じゃあ13分になったのでそろそろ終わります。ママが帰ってきたので終わりたいと思います。それでは皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。以上、星野マリアでした。またね、バイバーイ。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。